風は柔らかに吹いて山と山とを巡り、信濃の大地に息吹を吹き込んだ。野には緑の草が燃え出て、花々は繚乱し、人々は浮き立つ春に来たるべき秋の収穫を予感した。中野の城主高梨摂津守正盛は織田勢城内の満開の桜を眺めて、桜の花の生まれ変わりのようではないか。